Congratulations on passengers. We are making our final approach. Please be fully fastened your seatbelt. ありがとうございました。Hi guys, so I've wanted to film Japanese snack makers and their creation process for a long time, and thanks to Sakurako, I'm finally able to. Sakurako is a monthly Japanese snack box, and they partner with local snack makers from around Japan, like Tengudo Confectionery, who I'm going to see in Hokkaido this time. Hi guys, arrived in Hokkaido. Hakodate! A beautiful sunset. And it's only 4. Japan is a small country, but if you fly all the way from Kyushu to Hokkaido, south to north, I guess there's a little time difference. The next day, Mr. Chiba picked me up and drove me to the company. Uwa! Drone 持ってくればよかった。うわー、すっごいいい景色ですね。私愛知出身で、まあ、愛知県民になったんですけど、こう毎年こう交通事故ワーストランキングがあるじゃないですか、はいはいはい、教習所に通っていた時にこう張り出されてるんですよ ね、ワースト1あの都道府県がそうでもう本当地面が床もう道路が凍っちゃうすごい運転が大変な北海道を差し置いてワースト1位になってたのが私勝手にイメージですけど北海道民は日本の中で一番運転技術が高い気がしますねいや本当に一番高いと思いますこれなんかいい感じに滑って止まりますよねもう、そうですね、感覚をつかまれてるというか感覚っていうかあこれぐらいだったらいけるかなっていうのがやっぱりありますよね Just arrived 天狗堂宝船こう後ろからそうですねあのこういう状態でチェックチェックチェックマック待ってあすいませんマイク刺さってなかったんではいじゃあどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、千葉さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではこれから工場の方ご案内いたしますのではいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいこちらになります失礼しますあで階段ではいこう1階2階3階でこうやっぱ工程が分かれてるそうですねあのうちは1階と2階に工程を分けてますんであいい香りしますねここからが、はい、あの製造の工程になります、はい、失礼しますうわすっごい大きいですねそうですねこちらの方で、小麦粉ともち粉を水で混合しますイメージとしてはホットケーキを作るようなめっちゃでかいです分かりやすいかなとこれはミルクですこれがミルクですかはい、香りが全然違うでこの隣がさらに香りいいと思うんですけどあ本当ですか、はちみつりんごあいい香りしますね暑いですね近くにいるだけでそうですねこれでだいたいもう90度から、はい、80度から90度ぐらいですね何が特に大変でしたか、やはりまあ団子自体を成形箱に移す、まあ、この80度90度になっている生地をに手を入れなければいけないっていうところが、まあ、恐怖心とやけどの恐れとちょっとそこら辺がちょっとやっぱり苦労しましたね慣れるまで手袋しても熱いんです手袋はできないです手袋してしまうともう逆にもう熱だけ伝わってきてそれこそ低温やけどみたいな形になってしまうんで手袋にもくっついちゃいますもんねそうですねう
ものすごく暑いって聞いたんですけど。そうですね、大体98度から102度ぐらいまで行っちゃうんで。手やけどしないですか？そうですね、あの水つけてるんで。本当ですか？そうです、あの水をそのままつけないとやっぱりそのままやけどになっちゃうんで、はい、一瞬つけてそのままあります。いやでも絶対暑いですよね。あのやっぱり新人さんとかは暑いです。慣れてくると皮膚が熱くなってくるんで。あ、そうですか、うん、職人さんの手ですね。うわ、取らせていただいていいですか？ありがとうございます。100度近いって聞いたんですけど、怖くないですか？最初は怖かったです。最初怖いですか？まあ今でも全然もう暑いです。すごい。この作業をずっとやられてると、なんか右腕だけ強くなりませんか？そうですね、片方にだいぶ力入るんで。すごい右腕だけですたくましいですよね。気づいたらこんななってたのか。気づいたらまだほのかに暖かいですけど。いいんですか？ええ、うわ、出来たての。あ、本当だ、暖かい。いただきます。めっちゃうまいですね。ありがとうございます。うまっ。まあ、うちで働いてるあの作業者の特権ですね。ありがとうございます。どうもお邪魔いたしました。すっごい美味しかったです。ごちそうさまです。お疲れ様です。あちらであの成形箱に、まあ、入った生地を、こちらのリフトで2階に上げます。でかっ。次はお2階、はい、はい、切断工程の方をご案内しますので。お願いします。このホッパーに、生地を投入するとこのノズルからあの流れていくんです。落ちないですね。すごい。でまあ、ここで一応計量をしたものがあの規格内に入るとあの次の工程に流れていきます。ここはオブラートの包装機。あ、ここがオブラート。はい。あ、これ。そうです。すごい。ロールでオブラートを作ってもらって。すごい。まあ、オブラート自体はもう本当少なくなってますんで、使ってるお菓子とかも機械でこう正確に巻くじゃないですか。はい、昔はもうこれも手でちょっとずつ巻いてたんです。その工程今もやってます。この工程です、ね、こんにちは、お邪魔します。失礼します。未だにあの機械で処理しきれない分はあの昔ながらの手で巻いてる工程ですね。こう俊さんの方にもちょっと実体験していただきたいなと思います。いいんですか？開かない方がいいんですか？できるだけ。そうですね。専門会社がすごい。これ何個やるんですか？3万。3万。3万。早っ。もっとベテランの早い方がいらっしゃるんですか？ベテランの中のベテランいます。本当ですか？お二人も早いんですか？すでに早送りみたいになってますけど。お邪魔いたしました。ありがとうございます。これはちょっとお醤油入ってるから、ね、はいはい、色違いますね。なんかもうこれだけで食べたいです。海苔みたい。いやいや、もしよかったら食べてみてください。あ、いや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 、そんな恐れ多い。何百枚もある。いいんですか？大丈夫、大丈夫。マジですか？大丈夫。そこ食べてみて。いいんですか？ありがとうございます。あ、じゃあ失礼します。うわ、すごい薄っ。いただきます。なくなりますね、すぐに。しました。します。
This is so authentically pleasing to look at. これ箱に入ってるのすごい、なんか一位消費者から見るとめっちゃテンション上がりますね。そうですか。こうザ大人買いのあの、 あの感じですよね。北海道の人たちにはあのきびだんごっていうのは、まあ、昔からあの馴染みのあるお菓子なんで、まあ、そういったところで、まあ、今北海道でもきびだんご作ってるあの会社っていうのはうちを含めて2社しかないので。そうなんですね。まあ、これを今継続してあの伝えていけたらなとは思っています。貴重な体験ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一番最初にね、やっぱり大変だったなっていうのは熱への恐怖心というか、私あの子供の頃から特にあのオブラートが、はい、なんていうんでしょう、愛着があって、うんうん、大体多分みんな誰しも1回は通ると思うんですけど、はい、親とかに出されてこれ食べられるの、はい、ってまず疑問が湧くじゃないですか。まあそうですね、絶対そうですよね。で宅地に入れるとすぐ溶けていって、そうです、口溶けが良くて、はい、あれが忘れられなくて、私オブラートマシマシマシぐらいで行きたいんですけどね。でもねオブラートを巻くっていう工程が大変なんですよ。ああもうだってすごい薄いですし。そうなんですよ、繊細ですよね。そうです。で季節によって天候によって、やっぱりそのオブラートの、その繊細な部分というのはもろに出てきちゃうので、完璧に同じものではないですけど、ライスペーパーっていうと向こうの方はあーってこう、そうですね、納得するとかこうイメージしてくれる、であそのまま食べれるのねっていうも認識してくれるんですけど、ライスペーパーよりでも食感はすごく薄くて口だけで、まあ、もうあれとはちょっと違いますけどね。日本、その中でも北海道、その北海道の中で、非常にこだわって、作られている原料を、使用して作ってる餅菓子、ミルク餅なので、ぜひ、ご賞味ください。お願いします。ありがとうございます。はい、どうも本当にお忙しい中どうもありがとうございました。貴重な体験ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。エブキただいま。 All right, my favorite time, snack time. Ayaku. Thank you so much Sakurako for sponsoring this video and giving me an opportunity like this. Sakurako is a monthly Japanese snack subscription box that lets you experience Japan from the comfort of your home. They partner with local Japanese snack makers like Tengudo, who I just visited, to provide 20 traditional, authentic, and artisan Japanese snacks, including Japanese tea, and a special Japanese item every month. This month, it's Indigo Yuzen dish. And this month's theme is Holidays in Hokkaido. They have special snacks like milk chocolate cookie, Hokkaido butter cookie, and of course, milk mochi. It comes with a booklet that has information about all the snacks, ingredients, and allergens, as well as Japanese culture. Okay, I'm gonna have these. Milk chocolate sand, Hokkaido genmai tea, and of course, milk mochi. ミルク餅 wrapped with potato film. Can't believe this is potato. My fancy, fancy tea break snack time. いただきます。I love this milky, sweet flavor. It's so good. Get my tea.This combination. いただきます。 I don't know any Japanese people who don't like mochi. Seriously, this is really good. If you're interested, you can use the code JUN
to get $5 off of your first box. If you're ever in Hakodate, check out Hakodate Airport or possibly check in your next Sakuroka box. They have so many flavors. It's like trading cards. After I finished filming, Mr. Chiba took me to a Japanese restaurant for lunch and drove me around the area. すごく似合ってます。もうかっちりスーツ着たままカレーうどんはなかなか難易度高いですよね。さすがです。なるほど。こっちのチャーダメだけど。一発で染みついちゃうんだ。あ、いいね。夏になると牛がいるんですよ。牧場。 They always have this couch. It's so cool. But I don't even know if Japanese people know about this pun. こちらで搾乳された牛乳を、本当に地元のって感じなんですね。あ、いる。かわいい。ありがとう、お邪魔しました。すごいいっぱいいますね。白鳥来るんですか。来ますね。いえ、すごい。テレビでしか見たことないんですけど。うわあ、あちこち連れてってもらってありがとうございます。こんな楽しい観光巡りもできるなんて。開いてますね。うわ。おお、なんてタイミング。はい。わあ、すごい。え、呼んだんですか。すごいタイミングできましたね。ありがとうございます。鹿が出れば。そうですね。熊ですか。熊はちょっとご遠慮願いたいですね。これ動画上げないと桜子さんに怒られちゃうんで。間違えました。すいません。本当に締めたと思って。すいません、失礼します。ありがとうございます。OK。はい。はい、バッチリです。ありがとうございます。